さあ、面白レンタカーの GR ヤリスチューニングマシンです。前回はね、袖ヶ浦で皆さんにこの走りを披露したんですけれども、じゃあ皆さんが普段走るワインディング峠なんかはどうなんだと思っている方もいらっしゃると思いますので、我々としてはこの群裁でテストをして、皆さんが安全にこの GR ヤリスチューニングカーを楽しめるようにしたいと思います。行ってきます。足だね、しっとりしてるよね。カーブへの足がさ、こういうギャップでもどっか飛んでいかない、びっくりしない。いや、しっとりしたいい足だよ本当に。軽快だね。いい感じ、いい感じ、いい感じの運転を。どんどん接地感も結構安心感あるよ。いや、いいんじゃないの。本当にさ、しっとりしてる。ほら、このギャップ、収まりがいいよね。高速コーナー、ギャップなんともない。いいね、いい足だ、しっとりしてて踏ん張って、曲がる。気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい。いいね。面白レンタカー GR ヤリスチューニングカー、楽しめるぞ。今のギャップの収まりもいいでしょう。バッチリですよ。ね。ほんとしっとりしてて安心。まあ、皆さんにかっ飛ばせとは言わないけど、本当に安心安全な車、それを目指して作ってます。楽しい。良かったです。これは楽しい。サーキットと比較してどうですか。サーキットはサーキットで、ま、それはそれで楽しいんだけど、やっぱこういう峠っていうかさ、ワインディングの方が、あ、車ってサスペンションってこうやって動いてんだなっていう。サーキットってフラットじゃない、はい、だからよ、こういう路面の悪いところの方が車の良さが出る。あ、良かったです。で、足もいいし、でタイヤがやっぱこうすごく穏やかなタイヤだからさ、扱いやすい。で、危ない動きも全然しないし、まあ、皆さんにかっ飛ばせとは言わないけど、皆さんが万が一の時は危なくないですよ、安全な動きをしますよっていう車に仕上がってますよ。どうですか、お客さんが借りていただいた時は安全な車ですかね。ね、
やっぱこうお客さんが楽しめる、あとはあノーマルしかないのっていう普通のレンタカー屋はね、はい、でも面白レンタカーに来るとこういうチューニングカーがあるわけじゃない、はい、だからそういうチューニングカーも GR ヤリスにノーマルに乗ってる人が、うん、ライトチューンってどうなの、うん、で借りてくれて、うん、あこれがいいなって失敗しない、うん、そのチューニングの方向性、はい、そういうものを見つけてくれたらいいよね、うん、なるほど、ありがとうございます、はい。